とうとうあのドクタードゥームの無敵のアーマーが登場したようですが、実はね、このドゥーム城の周りでとんでもないマップ変化が起こっておりますので、今回 31.10 のマップ変化全4箇所か5箇所ぐらいで、そんなにマップ変化はなかったんですけど、すごいマップ変化が来ておりましたので、その紹介と考察の動画になります。まずこのドゥーム城のすぐ横、煙突の横、ここを見てください。はい、こんなところにね、叫びビーコンなかったのにビーコンが現れてるんですよ。まあ、実はシーズン3の途中でビーコンがね、マップ上に6個現れて、そのビーコンはワンダラーの中身がドクタードゥームと気づいたマグニートが、フォートナイトの世界にね、マーベルのヒーローたちを呼び出すためにね、設置したビーコンだったんですけど、新たなビーコンが設置されていて、見てください、ドゥーム城の方を向いておりますね。今ね、バトルパスのね、ロード画面の解説動画でも言ったように、シュリがね、裂け目ビーコンを設置して、裂け目の技術、こっちはね、グエンプールのクエストでシュリがね、裂け目の技術を使ってね、ドクタードゥームを倒そうとしてくれてるんですけど、まあ、さっきのビーコンはシュリがドクタードゥームを倒すために設置したビーコンだと考えて間違いないでしょう。そしてね、さあビーコンはさっきのやつだけじゃありませんよ。見てください、あそこにもあります。はい、ドゥーム城のすぐ右側のビーコンも完全にね、ドゥーム城を向いてますね。もう裂け目の技術で何かしようとしてるのはもう丸分かりで、さらにあそこにさ、マップで言ったらね、この場所ですね、赤い木がね、7本サークル状にぐるっとね、な、7本 ?7 は関係ないか。赤い木がね、ぐるっと1回転置いてあるんですけど、その木の真ん中にビーコンがあって、これもね、ドゥーム城を向いております。これで3個目ですね。あと1個あります。さあこちらが4つ目のビーコンですね。このジャンプパッドがあるドゥーム城左上のこの山の上ですね。なので合計 1,2,3,4 つですね。この4箇所にビーコンがあります。もしかしたらこの辺がどっかにあるかもしれないんですけど、まだあるかもしれないんですけど、自分が見た限りこの4つ探すことに成功しました。で、このビーコンで何をしようとしているのか、まあ、チャプター2のシーズン4ではね、ギャラクタスを倒すために裂け目ビーコンっていうか、裂け目の力を使って別の次元にね、ギャラクタスを追いやって世界を救ったっていうのがあるので、またね、裂け目の力でドクタードゥームを別の世界に追いやるとね、考えることもできるんですけど、まあ、そこまで全く同じことをするのかと言われたらね、全く同じことはしないと思うし、今回ね、チャプター5のストーリーってシーズン1、シーズン2、シーズン3、シーズン4って全てね、ストーリーの中心にホープがいるんですよ。ホープとジョーンズと我々ルーパーで最終的にボスを倒して次のシーズンに行くっていう形なので、まあ、シュリが裂け目を使って何かをしてくれるとは思うんですけど、最終的にドクタードゥームを倒すのはね、ホープである可能性が高いと考えております。で、さらにね、もう1年前から運営はこのチャプター5でもね、シーズン OG を行うと言っていて、さらにね、このチャプター5の世界はチャプター2の平行世界、チャプター2の島があったり、完全にね、チャプター5とチャプター2は同じことが行われておりますので、今年のシーズン OG はチャプター2で間違いないと思うんですけど、チャプター4からね、チャプター1に戻るときはカドソーのタイムマシンを利用したんですけど、同じタイムマシンを利用するとは限らない。一応ね、マーベルのコミックの方ではドクタードゥームはね、タイムマシンを使ってね、過去に戻るっていうね、そういうシーンも何回かあったんですけど、もしかしたらさ、この裂け目ビーコンを使ってドクタードゥームを倒す時の影響によって何かチャプター2に戻ってしまうんじゃないかなと個人的に今は考えております。シーズン4のティザー画像にさ、明らかにさ、マイダスの車、マイダスが触ったと思われる黄金の車がいくつも映っていたんで、このシーズン4が終わる時にマイダスが登場することが確定で、さらにね、シーズン OG がチャプター2になるっていうことを考えると、もしかしたらね、この裂け目の技術をマイダスがなんか盗み出すのか利用するのか、何かね、何かマイダスが関係してチャプター2に戻るんじゃないかと考えております。あのね、生放送のね、リスナーさんのコメントでは、この裂け目を使ってチャプター2ではね、トニー・スタークのスターク・インダストリーズがやってきたんで、今回はね、シュリがこのビーコンを設置してるっていうことは、ここにね、シュリとかね、ブラックパンサーのワカンダ王国がね、やってくるんじゃないかっていうね、考察してる人もいたんですけど、確かにね、チャプター2の平行世界だったらね、ここにそのまま違う島がね、現れるという可能性もあって、面白い考察だなとは思いました。それでは2つ目のマップ変化ですね。実はね、今週の土日にね、 FNCS 年に1回の世界チャンピオンをね、決める大会がね、行われるということで、マップ上のね、大きな変化はね、さっきの裂け目のビーコンのしかないんですけど、ストーリーに関わるめちゃくちゃ面白い NPC が2人追加されております。さあ、グエンプールですね。グエンプールはね、みんな知ってるよね。このラフトのさ、右下のこの牢屋にね、閉じ込められてた、まあ、グエンプールはね、自分で捕まってね、牢屋に入ったんだって言ってたんですけど、多分ね、捕まったんじゃないかと思います。はい、そのグエンプールがね、牢屋から抜け出しておりますので、話しかけてみましょう。コンピューターチックをよくぞゲットしてくれたね。それと掘り出してきた情報はプライスレスだよ。来た来た、なんだ。
プライスレスってのは手を貸したお礼をくれとか言うなって意味だからね。あ、なるほど。何もお礼はあげないよと釘を刺されております。センチュリオンを雇うために貯金してるんだよね。あの人はクソ真面目そうね。からかうのが面白そう。何言ってんだこいつ。さあ、これがグエンプルの最初の会話ですね。あ、で、ここから通常会話か。最初の会話が会話方式になってるの面白いな。テディがここにもついてきたとか言わないでね。テディ、このグエンプールはね、マーベルオタクすぎて、マーベルのコミックを読みすぎてて、マーベルの世界に、ね、入ってしまったというね、ちょっとマーベルのヒーローたちの中ではね、一線を画すようなね、特別な存在なんですけど、そのグエンプールがね、マーベルのコミックの中に入って初めてのね、友達になったのが、テディという人です。テディプールのことなので、その人のことを言ってるみたいですね。テディがね、このフォートナイトの世界にもやってきたとか言わないでねと言っておりますね。他には会話ないのかな？ありました。NPC ではあるけど、フォートナイトに出演しちゃった出たね。マーベルにも出演したけど、フォートナイトにも出演しちゃったと。やっぱ言ってることが面白いな。グエンプールめちゃくちゃいいキャラだよね。それが君のロードアウト？マジ？まあ、だからゲーム内のプレイヤーっていうよりも、ゲームをプレイしているね、プレイヤー側の発言になってますね。さあ、次のことを尋ねるがあります。あ、出た。何これ。フォートナイトのアドバイス。そうやれてもな、武器を拾って狙いを定めて勝つだけでしょ？それが無理っていうなら、下手くそなんじゃない？やばすぎる。何それ、豚？あれは、ピッググエンだよ。ピックグエンは丁重に扱ってね、わかった？私の可愛い豚ちゃんなんだから。はい、この豚っていうのはね、なんかコミックの中で元々はね、なんか普通の豚だったんだけど、その豚がね、人間並みの知能を持っていって、なんかペットにしたみたいなね、これについてはちょっと詳しくないんですけど、まあそういうようなね、ストーリーがありましたので、その豚さんのことを言ってるみたいですね。さあ、その次はヒーローでいること。最初は好きなようにやって、後のことはアベンジャーズに任せてたんだよね。でも気づいたんだ。大いなる力には、なんだっけ、大いなる力には、まあ、いや、今はもっと責任感を持ってるの。本物のヒーローらしくね。このね、大いなる力は、てんてんてんっていうのは、スパイダーマンの映画だっけ、コミックだっけ。大いなる力には、大いなる責任が伴う。強い力を持ってる人にはね、大きな責任が伴うよっていうね、そういう格言、なんか有名なスパイダーマンの言葉なんですけど、まあ、その言葉をね、大いなる力には、っていうことで思い出せなくなっているようです。さあ、グエンプールの説明。ギャラクタスのイベントはプレイしたよ。チャプター2シーズン4の話じゃねえか。プレイしてたんか。つまり私もアベンジャーズの一員ってことになるよね。ごきげんようゲーマーさん。私の名前はグエンドリンプール。このロッカーの中で実はフォートナイトの世界にいるんだって気づいてるのは私だけな気がしてきたよ。てなわけで90度建築でもしちゃう。やばすぎる。あ、ちなみにね、グエンプール。これですね。グエンプールのデュアルマイクロサブマシンガン売ってますので、ちょっと600円高いですけど、レックレスレールウェイズのね、すぐ左側の駐車場みたいなところ。ここですね。レックレスレールウェイズのすぐ近くのところにね、グエンプールいますので、ここに降りると、マイクロサブマシンガン、ミシック武器、買うことができます。ちなみに何個売ってあるんだろうね。1個だけですね。1個だけなので、早い者勝ちとなっております。そして、グエンプールが閉じ込められていたラフトの右下にある、このグエンプールのね、牢獄。ここがどうなったか見に行きましょう。さあ、メモを読む。なんか、グエンプールのメモが置かれてるみたいですね。ごめんね、逃げちゃった。できるものなら、私を捕まえてみせて、グエン、逃げたようです。グエンプールはもうこの中に入っていないようですね。さあ、次の NPC は、ここですね。ニトロドロームの右側、湖の真下にあるこのガソリンスタンドに、今回、シュリが現れております。いました。このシュリね、見てて。NPC なんだけど、近づくと、ぐるっと一回転して、変身します。すげえ、NPC が変身するシステムまである。すげえ。シュリこの変身した姿めちゃくちゃかっこいいよね。では、最初の会話行きましょう。まあ、多分ね、今回、シーズン4のストーリーのね、主役、チャプター2シーズン4でトニー・スタークがね、主人公だったように、今回はシュリがね、主人公となって、裂け目の技術を使ってね、ドゥームを倒すことになるんじゃないかとは思っております。ドゥームは私たちを止められると思ってる。それは間違いだって思い知らせましょう。オッケーオッケー。誰にも負けないわ。ドゥームが相手でもね、私を怒らせないでね。さもないと、ワカンダの苦労を味わうことになるわよ。味わうことになるよ。だったごめん。ワカンダが恋しいわ。もうワカンダに戻りたくなってる。お？ワカンダが恋しい。ということはさっき、リスナーさんが言ってた、ワカンダを持ってくるという、そこに繋がってくる可能性もあるのか？まさかな、あるのか？あったら面白そうだね。一気にマップが変更されて。では、シュリも次のことを尋ねるがあります。まず、ブラックパンサーから行きましょうか。キャットスーツ呼ばわりする人が信じられないほどたくさんいるの。ブラックパンサーは、重責を担ってるの。ワカンダとその民を守るっていう重責をね、コスチュームなんかじゃないわ。これはコスチュームじゃなくて戦うためのなんかスーツっていうことを言いたいのかな。まあとにかくこのキャットスーツ呼ばわりしてほしくないみたいですね。では次、ビブラニウムについて。このビブラニウムはね、マーベルの映画でもフォートナイトでも結構重要になってくる物質ですね。チャプター3の時ね、ゼロポイントのかけらであるゼロシャードがね、落ちていったっていう物語がありますので、はい、ビブラニウムはワカンダ全土で見つかる金属だよ。
頑丈で運動エネルギーを吸収して跳ね返す唯一無二の性質があるの。でもここにはかなり頑丈な別の金属があるって聞いたのよね。7万チームって聞いたことある。あれかよ、なんかゼロポイントとかキューブとか、なんかパンドラの箱の話かと思ったら7万チームのことですか。まあピーリーの爪に埋め込まれているあの金属のことですね。それについて言ってるみたいでした。じゃあ次、ティチャラについて。兄さんは私の前のブラックパンサーだったの。優しくて強くてひたむきだった。前回のドゥームとの対決の後、兄さんは命を落としかけたわ。だから私がブラックパンサーの座を継いだの。兄さんが助かって本当に良かった。それほど幸運じゃなかった選手はたくさんいるから。これさ、もしかしてさ、前回のドゥームとの対決の後、兄さんは命を落としかけたわってあるんですけど、実はね、チャプター2シーズン4でブラックパンサーとフォートナイトはね、コラボしていたんですよ。コラボというか、フォートナイトの世界にブラックパンサー現れたんですけど、そのすぐ後にね、ブラックパンサーを演じていた、映画でね、ブラックパンサーを演じていたね、俳優さんが大腸がんでね、亡くなってしまうっていうね、ほんととてつもなくね、悲しい事件というか、まあそういう痛ましいことが起こってしまったんですけど、ここさ、ティチャラについて、兄さんは前の、私の前のブラックパンサーだった。そのね、亡くなってしまったブラックパンサーを演じてた人が、まあ優しくて強くてひたむきだったんだけど、そのドゥームとの戦いの後、兄さんは命を落としかけたわ。本来、まあその俳優さん命を落としちゃったんだけど、これ兄さんが助かって本当に良かった。それほど幸運じゃなかった選手はたくさんいるからって言ってるのは、もしかしたらその俳優さんが実はまあ我々の心の中で生きてるとか、別の現実では生きてるよっていう、そういうね、なんか俳優さんに向けたメッセージだったりするのかな。だからなんかそういうメッセージをなんとなく自分は感じてしまったんですけど、どうなんだろうね。映画のブラックパンサーワカンダフォーエバーでもなんかティチャラはね、亡くなってこのシュリにね、王位の座を受け継ぐみたいなストーリーだったんですけど、まあそっちのことを言ってるのかどうなのか分かりませんけど、まあちょっとね、最後はだいぶ悲しいことをこのシュリは話しております。さあ、そしてシュリの説明行きましょう。ワカンダの天才的な王女であり現在のブラックパンサー。このシュリはね、トニー・スタークと肩を並べるほどの天才的な科学者だと言われております。シュリには様々な側面がある。王妻王女ビーガン、あ、ビーガンなんだ、知らなかった。だが彼女が最も誇らしく思っているのはワカンダの守護者であるブラックパンサーの地位である。まあちょっとストーリーとかフォートナイトとは関係ないことを言ってるみたいですね。さあ、そしてそのままね、ちょっともう一個マップ変化、こちらですね。 NPC のジョーンズ、はい、ジョーンズはね、アップデートが来るまでね、こっちのシップイットの工場にいたんですけど、現在こっちの湖の左側まで移動しております。少しだけ右側にね、移動してる形ですね。はい、こちらのシーズン3でね、砂漠化したため、廃墟になった家ですね。はい、もう誰も住んでないね、引っ越ししてしまった家のところにジョーンズがやってきました。ただね、これね、話しかけても以前紹介したのと同じで、会話が全然変化してないんですよね。こっちの次のところをね、尋ねるのところも何も変化してないんですけど、これね、配信でなんでジョーンズが移動してるんだろうってね、ちょっと考えてたところ、リスナーさんから面白い意見がありまして、はい、ジョーンズこっちからこっちにね、右に移動してるじゃん。これもしかするとドクタードゥームと戦うために今後ね、少しずつアップデートごとにこう右上の方に移動してくるんじゃないかってね、言ってる人がいたんですけど、確かにこれめちゃくちゃ面白い考察ですよね。次のアップデートとかでジョーンズがね、この辺とかに移動したら、その考察当たってることになります。タクマン配信っていうか、もうタクマンのね、リスナーさんってね、マジでね、考察天才的なリスナーさんがたくさんいてね、よくね、ちょっと考察のお手伝いじゃないけど、よくね、考察の参考にさせてもらってます。いや、ほんとね、タクマンリスナーはね、頭がいいというか、考察についてね、すごいね、すごい発想を持ってたりね、もうほんと頭いい人が多いなっていつも驚かされてしまいますね。さあ、そしてなぜかドクタードゥームの宝箱、ドゥームの宝箱がね、めちゃめちゃ光るようになりました。なんかテクスチャーも若干変わってそうですね。もう多分これはね、ここでドクタードゥームの無敵のアーマーが今回完成したんで、それを祝ってというか、ドクタードゥームがバトルパスに登場したこと、ドゥームのね、無敵のアーマーが完成したことに合わせてこの宝箱を変更したんじゃないかと思います。中身は特に変わっておりません。さあ、そしてね、ちょっとね、ここに NPC が登場してるんですけど、この NPC はね、もともといた NPC で、なんかのね、バグでね、消されてたんですけど、かなりね、面白いこと言ってましたので、ちょっとこれはね、別に一本、明日か明後日、もう遅くとも明後日までには動画化しますので、待っててください。ちょっとこの NPC は特別に、動画化させてもらいます。さあ、さらにね、あとみんなが気になってるのは、あとここですね、カエルの家族、ここにいたカエルの家族はね、特に変化ありませんでした。さらに秘密の洞窟、こっちにあるね、秘密の洞窟、下のところですね、秘密の洞窟の中のね、ノームも変化なし、こっちのバンカーとかも変化がありませんでしたね。そして最後の最後にね、浮島です。第4収縮で出てくる浮島、あの浮島がね、どうもリスナーさんによると 5% の確率でとんでもない島にね、変化するということなんですけど、ちょっとね、それについてもね、またそれだけ別で1本動画を撮らせてもらおうと思いますので、もうちょっと待っててくださいね、ごめんなさいね。一応把握はしております。ということでね、今週末に FNCS の
ね決勝大会があるということで、地形が変わるようなねマップ変化はありませんでしたけど、ビーコンが現れたりね、なかなかねストーリーに関わる面白い NPC が2人追加されたり、ミシック武器がね、グエンプールのミシック武器、シュリのミシック武器とかもね新しく登場して、なかなか面白いアップデートマップ変化になってたんじゃないかと思います。ということでね、このマップ変化が少しでも役に立った、楽しかったと思う方はチャンネル登録、高評価、そしてクリエイターサポートをアイテムショップのね、アイテムショップの方に行って、アイテムショップの右下のクリエイターサポートのボタン、あ、皆さん見てください。チャンピオンアクス 2.0 が発売されておりますので、もし買いたい人はね、クリエイターサポートのとこ ZR ボタンを押してここ開いて、タクマン、ローマ字でタクマンですね。小文字でも大文字でもいいですので、ローマ字とタクマンとしてサーチ、なんかね、調べるからね、サーチに英語に変わっちゃってますけど、ここで緑チェックがつけば OK です。クリエイターサポートタクマンになりますので、ぜひクリエイターサポートを本当によろしくお願いします。何かね、買う前はクリエイターサポートタクマンにして買ってくれたらめちゃくちゃありがたいです。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。